下町上町中町です。どうもこんにちは、中町 JP やらせてもらってます。ということで、今ここの景色分かる人もいると思うんだけど、別荘に来てます。今回まあサムネとタイトルで分かるとは思うんだけど、やっと半年ぶりに妹の誕生日サプライズ。妹の誕生日1月10日で、そこから別荘に綾のためにサウナをねずっと計画して作ってたんだけど、てんやわんやして半年後の7月31日30日にやっと綾のサプライズのサウナができました。で、明日綾が友達とね遊びに来るのよ。だからその情報を知ったから、綾の前に虫が気持ち悪い、夏だわ、飛んで火にいる夏の虫だな。はい、ということでちょっと本当に虫気持ち悪い、これ本当に無理。ということで、あやが明日友達と遊びに来るから、その時に友達にはもう言ってて、よく名前出てくるアンナっていう友達がいるんだけど、アンナにあやにね目隠しをしてもらうの、ここ着いたら。で、そっから俺が誘導してサウナをバッて見せるファーストリアクションの動画を撮っていこうと思います。今日は僕たちは前乗りしてます。で、お父さんお母さんもいて、テディベアもいます。ということで、早速明日見せるサウナを一回見せたいと思います。ベアちゃん、ほらベアちゃん、はい、ベアちゃんいます。久しぶりの別荘です。金の盾もここにちゃんと装備されてます。おお、久しぶりだわ。で、今日はお父さんとお母さんが料理も作ってくれます。そしてお父さんはここでいつも仕事してるそうです。優雅すぎる。ということで、早速サウナの片鱗が見えてます。うおー、すげえ。僕もね初めてなんですよ、サウナ見るの。ここにまず薪がある、すげえ。薪で燃やして、で、ここ上がると、はい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 、なるほど。ここにまずシャワー、シャワーがあって、で、これ蓋開けると水風呂だね。これ水風呂が水風呂になってて、で、ここにね整い椅子がね中にしまってあるんだけど、ここに整い椅子を置きます。そしてこちら、ここで薪を燃やしてチルするみたいな、こういう場所です。すごいね。で、こちらがサウナになります。どこにあるの？あ、電気がここにあるそうです。ここに電気があって、あ、サウナのね、電気ね。ということで、こちらです。うわ、いい匂い。あ、めっちゃいいわこれ。ちょっとめちゃくちゃいいぞ。ここにね、座ってね、座って、で、ちゃんとサウナ見て、この温度計とタイマーもある。で、こちら見てください。おすすめポイント、足元が、この下が川流れてて、いい景色で、これ夜になるとここがライトアップされて、また綺麗になります。こんな感じで、すごくない？これすごいよね。別荘がドクランはあっちにあって、で、サウナをここに作って、で、このガウンとかもかける、これもこんなお父さんとか好きだから作ったんだろうね。これ最高すぎるわ。という感じで、明日あやにこれをバッと見せて、どんな反応するのか楽しみです。まあ今日は僕たちマネージャー陣とこのサウナとか入って整って、明日あやが来るのを待とうと思います。ということで、さよなら。中町兄弟。はい、ということで、夜はうちのお父さんとお母さんプラス友達で夜バーベキューしてまーす。すごい肉っすね。こっちにはプロジェクターとかあってね、こんな感じでプロジェクターがあるんですよ。あそこはね、ライトアップされて、もうこれもう暗くてみんな見えないよね、多分。ライトアップとされてのこの森の中、こんな感じでパーティーしながら、あやの帰りを待ちたいと思います。中町兄弟。はい、ということで、あやが来る当日になりました。あと1時間半ぐらいかな、で、あやが到着するんで、サプライズをするためにちょっとサウナの周りを準備していきたいと思います。じゃあね、早速今日も1日頑張りますか。よいしょ。はい、今日はこんな感じになっております。もう見えてる？音でわかる？大嵐です。マジで最悪、マジで最悪。ちょっと見て、でさ、見てこの雷とか。これサウナ誕生日プレゼントサプライズっていう天候じゃないのよ。しょぼく見えるもん、こんなどんよりしてると。最悪。でもちょっと少しでもの抵抗で、あのサウナの電気をつけなきゃいけないから。うわ、怖、落ちたよ、もうそこに落ちた。映えさせるためにちょっとライトを先生にちょっとつけに行ってきてもらいたいと思います。頑張って。マジでめっちゃ嵐なんだけど、頼む、これ電気つけてちょっとでも映えてほしい。うわぁ、しょべーしょべーわー。で、その足元は、あ、いいねいいね、いいね。
中町兄弟。はい、ということで本当に最悪なのよ。最悪な雨でちょっと心配だわ。サウナの尺とかも考えてたの、動画的にもね。その尺もないのよ。これまずいよね。今日見せないと絶対気づくよね、外出たら。カーテンを開けるしね。カーテンを開けるね、朝とか、うん、言わないで帰るって手もあるけど、絶対バレるよね。いくら雨でも一瞬外見るもんね。外、ちょっとテラス行けるかは見るもんね。絶対に見ます。これ今日言うのマジ嫌じゃない？できないんだよ、サウナとか。あの完成状態の整い椅子とかも出せないの、しんどくない？言われるのもきついよね。できたって、できないのに。あやの友達と連絡取り合ってさ、水着とか持ってきてもらってんだよ、サウナ入るために。めっちゃ期待させてんの、友達にも。サウナできたよ、サウナできたからみんなで入りって。あやの友達にもこうやってやってる。うわ、へそ取られる。 DJ？ マジで DJ？ この別荘まで来てへそ取られるの勘弁なんだけど。ということで、あやが来るまで待ってきます。まあとりあえずもう段取り通り目隠ししてもらって、ここまで上げてきて、ここ出して、もう上からさっきの景色から見せるしかないね。まあそんな感じでやっていこうと思います。中町です。はい、皆さん、あやがあと30分で来ます。ということで天気見てください。これちょっと伝わりづらいかもしれないんだけど、雨が止みました。すごい、これは神が味方したよね。ということで早速、椅子とかね、もろもろを準備していこうと思います。あー、松葉杖の下ついてない版だわ、これ。こんな感じで楽しんでもらえるといいね。これどうやって持ってる？アホか。これ使ってないか、さっき。これいらない。いや、ミスト。張り切りすぎていらないもんもでした。これあれですかね、千と千尋のお湯のチケットぐらいのサイズになるといい感じ。みんな伝わってんのかな、俺の小さい例え。あんまサイズ覚えてないよな。千と千尋の場でくちゃんってかけてピャーンっていくと、温泉の湯がいろんな種類あったけどね。こうやってね、立てるんだよね、木を。木は上に行きますからね。で、この着火剤を真ん中に入れます。これ水入ってるけど大丈夫か。着火剤に火つけます。あやがね、すごい焚き火好きでね、あやがサウナ作るなら焚き火欲しいって言ってたから、焚き火のスペースも作ってもらいました。でもほんとよかったよな。これ雨やんで、すごくない？こんな奇跡ある？やっぱ持ってるよね。あんな土砂降りの映像も撮ってたんだよ、しかも。これいい動画になりそうです。サムネも撮れないかもってね、すっごい悩んでたんですよ。まあ、こんな話は別に見てる子たちには関係ない話ですけど、サムネが命ですからね、動画は。ちょっとサウナのスイッチも入れちゃおうか。もう来るから温めようと思います。せーの、はい、これで温まります。今は暑くないです。よし、 OK。 あやが来るまでに温まれば。このタオルとかサウナハットのセット、これが置いてあると置いてないで全然雰囲気変わるから。ほら、かわいい。最高でしょ。このライトもね、かわいい。ここにも夜にここかけれるようになってんの、マジすごすぎ。あとキャンドルも炊くから、のもうやることがいっぱいなんだよね、このサウナって。はい、こちらおしゃれでしょ。まあ、風が当たらないキャンドルみたいな感じ。ここの間なんかに置いちゃったりして。はい、オッケー、完璧。まだ火はつけないです。じゃ、水風呂溜めちゃおう。こうやってここ開けて、ここにね、差し込む。かっこいい、これ。差し込むスペースがあります。水をもう入れちゃいます。水を溜めて、まだまだいっぱいあるんですよ、こちら。これはスピーカー、これはここら辺にかけて音楽を流すと。で、こちらロウリュウっていうね、サウナの中で水かけるんだけど、その時に香るアロマみたいなやつですね。で、こちらがポンチョ。よし、オッケー。もうこれ整ったか、うん、一通り。シャワーもあって、こちらこんな感じ。はい、最高のスペース。で、夜はね、もっとね、めっちゃね、おしゃれになるから、あとはもう本当にあやを待ってくだけです。だってもう十数分で来るから、次はもう絶対あやが目隠し状態で映ってると思うので、それまでお待ちください。バー中町でやす。怖い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 
大丈夫大丈夫大丈夫。ねえねえ、怪我しない？絶対しない。なに？ストップストップストップ。なに？ひゃー！え？やだー！え？ふざけんなよ。帽子川に落ちました今。え？ということで、あや誕生日にサウナ作ってみた。え、どういうこと？これちょっとやばくない？え？これ見て。え？なんでいんの？でしょ、全部びっくりしてるでしょ、うん、もう本当にあやがね、今日友達たちと別荘使うって聞いたから、うん、バレちゃうじゃん、うん、だからその前、参りしてます。昨日お父さんとお母さんとここでご飯食べて、で、そのまま俺残って、あやが来るの待ってて、うん、サウナの準備、全部整えてます。すごくね。え、準備のお金？はい、全自腹でやらせていただきました。え、やばえ、やばやばいっしょ。やばい、これやばいっしょ。これはやばい。これ見て、この景色とかも、やばい。焚き火もあちら。やばい。焚き火。え、ちょっと待って、やばい、これは。これやばいっしょ。これはやばい。これやばいっしょ。これはやばい。で、アンナとかと連絡取ってました僕。そうでしょ。これは嬉しい。どうやって？で、ちょっとプレゼントあります。こちらあや様となっております。こちらはお母様方からのプレゼントです。え、何年越し？もうさ、8月なんだけど。こちら名前、あ、ごめん、名前入りのポンチョです。あー、整った後の。そう、なんかお父さんとお母さんがこれがめっちゃいいって知って、うん、お母さんが名前入りで、どこに名前書いてあるの？ここに、あや。ちなみに俺も昨日プレゼントしてもらって、うん、これ純平だよ。みずらみずら純平ってやってます。これはあのもう質に貸すよ。あー、だから自分たちはこれ。ちょっとマジでやばい。サウナやばいっしょ。マジでやばい。マジでやばいっしょ。いって強っ。それマジでやばい。超嬉しい。超嬉しいでしょ。でもあやの計画してたんだよ。じゃん、うん、俺もう、うん、あやの誕生日から動いてます。マジで？もう半年以上かかった。マジで？もうでも確かにお父さんにすごい足割られてた。進んでますみたいな感じで。うん、もうずっと進めてて、うん、しかももう今この土地、うん、あの工事するの2年待ちだった。マジで？サウナ2年待ちだけど、もう本当に俺らのこと知ってくれてて、うん、YouTuber っての、うん、で誕生日にお願いしてたの、うん、誕生日前から、うん、だけど時間かかりますって言われて今だから一番最速でやってくれたの、うん、ね、ちょっと待って、マジでやばい、本当にやばい。やばいっしょ。今日の友達の別荘さらに楽しいっしょ。やばい、頭かゆいっしょ。最高すぎて。いや、まあ水着持ってきてないから全然。でしょ、あんなに水着持ってきてもらってもう全部寝回しさせていただいてますだからみんなも水着持ってきてる。マジで、うん、ねえちょっと待って、マジでやばい。かっこいいち嬉しいでしょ。マジでかっこいいち嬉しい。うわ、見てこの表情。ちょっと待って、しかも自腹だと思ってたから、うん、最初想定ね、軽く作ろうよみたいな、うんうん、軽いの作ろうよってお父さんに言ってたの、うん、次あやがさ、うん、お父さんに別で言い始めたじゃん、あやサウナ欲しいって。うん、俺があやが言う前に作ってたんだけど、うんうん、どんどんあやが言うから、焚き火欲しいとか、そういうこと、水風呂こうしてほしいとか、うん、シャワーこうしてほしいってどんどん言うから。言った、親に。どんどん言うでしょ。親に言った。だからどんどん金上がってます。マジで。しかもまだこれ完成じゃない。マジで。もうあやが今日来ちゃうから、うん、最速でやってくれたの。だからこれとかプラスチック、耐熱のプラスチック、うん、本当はガラスになるの、うん、で中も変わる。ねえ、ちょっと待って、マジで。だからどんどん工事で守っていくんだろうけど、まあいつもお世話になってるので、はい、まあ、今回は僕が自腹で。おぞっす。いや、軽いわ。おぞっすじゃないわ。おぞっす、ありがとうございますだわ。嬉しいわ。おぞっすじゃないわ。まあこんな感じで、で一回ちょっとみんなには待たせちゃうんだけど、一、うん、回は水着になって1サウナだけ入ろう。もう体験しよう一、うん、回、ね、でみんなにはもう動画って言ってあるから、うんうん、まあ待ってくれると思う。そうなんだ、うん、ということでちょっと一回水着着てこのポンチョに着替えて、うん、ここ集合で。はい、はい、いってらっしゃい。ちょっと待って、うわ携帯とかも全部持ってきてないよ。でもやばいっしょこれ。ちょっと待って、マジでやばい。あのルンルンを。マジでやばい。これやばいっしょ。これはガチでやばい。マジでビビった。ちょっと待って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 、脳が追いつかない、脳が追いつかない。追いつかないっしょ。みんな知ってたってこと？知ってました。純平です。あやの友達の赤ちゃんから純平って呼ばれてるそうです。純平の距離感は会ったことある距離感だ。純平くんとかで多分会ったことない時、純平じゃん。純平水着着てるんだけど。でもやっぱ動画見てくれてるから、子供からしたら会ったのと一緒だよね。確かに、ずっとそうだよね、日常を見てるからね。そうそうそう。で、あやは会ったことあって、あやと喋ってたら友達みたいなね。ちょっといろいろあやにはマジで教えなきゃいけないことがいっぱいあるの、設備のことで、うん、だからそれも教えつつやってきたんです、うん、はい、まずこれ、これは
焚き火の薪を割る素材で、簡単だからこれ綾でも割れるから、これ刃だから、うん、ここにこうやって当てんの、うん、ポン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 と刃の風、うん、それを思いっきり叩く、そう、あれ全然楽しそうじゃないなんでなんでなんで、これめっちゃ楽しいやん。ここ火つけるのはちょっとまた後で教えるけど、まあもう今火つけてたから、あとはもう薪を入れるだけ、こんな感じで入れれば焚きができます。はい、はい、でこのテーブル、お父さんの手作り、お父さん手作り、おじいちゃんみたいなことしてんじゃん。でこのろうそくもね、お母さんたちがやって、でスピーカー、あ、ここに置いてます。はい、だからここつけてチルソング流しながら整うって感じ。はい、でこちらが水風呂なんですよ。よいしょ、うわー、でここに入れる、すげえ、これかっこいいでしょ、うん、って感じかな、とりあえずは。で早速入ってくか、行きます。はい、え、これ、あ、やばい、なんか、ね、それでは目痛い、目痛い、はい、じゃちょっと池ロウリュしてくんね、行きます。はい、わーおー、うぅー、うぅー、あ、いいですね、ちゃんと集まるね、これ。はい、いいロウリュです。今は80度ぐらい。おー、え、これやった？もう10分やった、昨日。どうだった？最高。え、決まった？決まりすぎ、マジで熱い、熱い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 、今ローリュー来てる。これちょっと曇っちゃって見えないけど、カメラが川のせせらぎを見んないな。で今この奥も工事中、あのライトアップするから、すごい、ちゃんとみたいに、ちゃんときついでしょ、ちゃんときつい、ちゃんとサウナでしょ、うん、嬉しいわ、やばいね、やばいっしょ。こんな感じで、ね、じゃあ次は水風呂でお会いしましょう。はい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 、冷てー、あー冷たー、はい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 、でもいい感じでしょ、いい感じ、見てこの景色、やばいかも、やばいっしょ、ちかー、触れてます、兄弟初めて肩触れ合ってます、生で。はい、拭いて拭いて拭いて、すぐ拭いて、すぐ拭いて、すぐ拭いて、これ切って、あれ、あ、逆逆逆、え、なになに、まあ、それ腕ね、こうね、はい、はい、行っていいですか、はい、はい、行ってきます、行ってらっしゃい。はい、ということで、どう、焚き火見ながらさ、あ、トーマ連れてきたい。お前、ほんとトーマのことで頭いっぱいだな。トーマで、川も流れてるじゃん、うちの敷地って。川の音、せせらぎね、せせらぎ、そして焚き火の匂いと音、あと森の木々の鳥の音とか、うん、やばいんじゃないこれ、これやばいよ、多分本当に集合で来るかもや、お金取れるの、確かにお金取れるわ、これ取れるでしょ、うん、そういう施設、うん、で、ドッグランもついてて、犬散歩させながらこっちは整ってる、バカじゃん。バカしよ、バカじゃん、この施設マジバカしよ。で、ちょっと TikTok とかでもさ、バズったさ、でも俺がちょっとあやに口滑らせちゃって、でも言わないみたいなくだりあったの覚えてるかな、何の動画だっけ、まあこの動画なんだけど、この話だったの、この話ね、あの夏涼しいからでもサウナできるからって言おうとしちゃったの、なぜか、で、それを言わなかったっていう、これをちょっと口滑れちゃったんだよ、危な、危なかった、これ本当言わなくてよかった。あー、めっちゃいいでしょ、やばいね、マジで正直本当に嬉しいでしょ、本当に嬉しい、なんか本当に嬉しそうだもん。多分あやがこうやって地元の友達と遊ぶ時って完全にオフだから、うん、それで俺がカメラ回してると絶対嫌がるの、うん、でもこっちの嬉しさが勝って動画ノリノリだもん。ご飯どこで食べようとかいろいろ考えてたけど、今何も考えてないもん。てか、やばくね、地元の友達普通にいるのよ、後ろに、やばい、普通に。どうするの、まあ今さ、料理の準備してるの、みんなご飯食べてからもう行くの、みんなで、みんなでもサウナあんま好きじゃないんだよね。あ、好きな人と嫌いな人、うん、なるほどね、まあ好きな人だけで、みんなに味合わせる今日、うん、え、みんなでやったら、昨日やったよ、どうだった、最高だったよね、やばかった、ガンギマリ、え、ガンギマだよね、うん、本当にガンギマ、ガンギマ、朝とかやったの、朝はやってない、やってないんだ、うん、朝は朝風呂だけで、お母さんとお父さん昨日いたから、うん、もう俺らがサウナ入ってる間にお父さんとお母さんがここでバーベキューやってくれて、サウナ終わったら整い切ったらもう3人でお風呂入って湯船使って出て、もうすぐやば、バーベキュー、バカじゃん、最高だったよね、最高でした、ありがとうございます。何にもしてないのに、いいな、マネージャー。何にもしてないの、仲間兄弟のマネージャー最高じゃね、正直最高。いい思いばっかしてる。すいません、いつも姉さんのおかげで助かってます。やばくね、空腹だからやばいわ、今朝から何も食べてないの、マジで。でもそれでも元気出るぐらいこれ嬉しいでしょ、ちょっと正直やばい、え、正直スケジュール見たもん、
頭の中でいつ次来れるか。そう暇さえあれば来れんじゃん。いや本当にね、俺もそう。ただ争奪戦になるかも。マジでそう。この予約マジで無理だよ、うん、無理だよマジで無理だよ無理だよ。最悪友達一緒だしね。最悪ね本当に最悪友達一緒だからアイナの人生の中でも誕生日プレゼントとして、うん、これを超えてくるの相当難しいんじゃない。いや超えないね。相当ね。だからちょっとアイナの過去一を兄が取ってしまったっていうね、誕生日プレゼント、ちょっと申し訳ないね、うん、未来の旦那さんとかには。かわいそうだね、うん、これどうっていう顔でやってもいやでもちょっとお兄ちゃんのサウナがお兄ちゃんのサウナが一番ってなるからね。最悪だわ。今日大雨だったじゃん、うん、本当に大雨で俺朝起きてこっちに撮ってんだけど、もう本当今日はここの上からあやに見せることしかできませんみたいな、うん、本当にがっかりですっていう動画を撮ってんの、うん、そしたらだんだん晴れてきて、うん、晴れましたって撮って、うん、あや、あの豪雨、今日の豪雨2回味わってます。あ、東京とこっちで一緒に来たから。あ、あいつ連れてきたんだよ。あいつ一緒に連れてきた。なるほどね。そうだから1回目東京でもやばくて、うん、雷とかもやばかったでしょ。そうやばくて、うん、で来る途中の高速もがやばくて、うん、もう運転超怖かったよ。そうだよね、うん、もうどっち行ったんだろう。もう東京にはいないの。もういないんじゃない。だから帰る時俺らも安全だわ、うん。で、こんな感じでね、あのアヤにちゃんと体験させれて、この状態を見せれたからよかった、うん、ギリギリまでこの全部なかったから、うん、やばいわ、正直ありがとう。多分過去一のありがとうじゃない過去一心からのありがとうかもしれない、アヤ、うん、からの。これちょっと追われてきてくれてありがとう。お、めっちゃ嬉しいあとお前より先ねあの多分生まれてきてくれてありがとう、俺のセリフね。あのお前より最近に生まれてるから俺お前の方が後からこの世来てるから、生まれてきてからありがとう。双子のもう一人いなくなってくれてありがとう。あ、バニシングツイその名前バニシングツイね。バニシングツイしてくれてありがとうね、うん、まあそうだね。双子で生まれてきたらあやいなかったから。いなかった、絶対いなかったから、うん、ということでじゃあ一回中入ろうか、うん、はい、ということでですね、はい、こんな感じであやの誕生日もう1月だから半年だね。半年以上経ったプレゼントがやっと完成しました。で、ここで言わなきゃいけなかったんだけど、あやたちさ、6月か7月ぐらいにさ、一回別荘に来るよってあったじゃん、うん、お父さんにさ、うん、電気の工事、うん、停電してるから、うん、ごめんって言ったの超途中だったから。なるほどね。絶対にバレちゃうから、うん、ちょっとみんなの予定もちょっとずらして、ね、あー、それは申し訳ない。みんなに謝ってください。申し訳ない ないよ。申し訳ない子供もお母さんも僕にため口です。あ、なんだっけ、カメラ回るとめっちゃシャイになるの。空今日映れるって言ったじゃん。空どっち、空どっち、あ、絶対あっちだね。空絶対こっち空みたいなこっちこっち空です。ここでなんか恋愛とかもあるのかね。幼馴染だからね。あるよね、だって全然ね。確かに。で、弱まるね、人間の赤ちゃんがいるとこんな感じで別荘サウナプレゼント編終わりたいと思います。ありがとうございます。どうでしたか。最高です。はい、あ、もちろんもらえるあの最高ですよね。最高なお兄ちゃんです。まあ最高のお兄ちゃんもらえるならまあそのコメントでもいいでしょう。はい、ということでこんな感じで終わりたいと思います。ということでこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、無断転載お願いします。じゃあねHer brain fried. My lady popping zenny. Other lady popping molly. Why she waiting on me? Yogi my area. Yogi my area. Shoot me down with lethal aim, baby girl. I won't tell a thing. Oh, how seasons change. Winds picking up.'Cause you said something, then I said something. Now I have nothing. I just want to love you. I just want to love you.オッケー。
誰だっけ一番好きな YouTuber。 ヒカキンさん。ヒカキンさん。いや、さん付け？会ったことあるの？さん付けにさせたい。さん付けだったの？そうそうそう、ヒカキンさんはさん付けだったよ。だから、みそきんよって喜んでたよ。あ、みそきん。あ、そう、みそきんのお人形さんね。え、じゃあ、見た？見ました、見ました。あ、これか。デカみそきん。テディが持ってるじゃん。タンクリコロ。今日はエンディングが長いバージョンだね。エンディング長いバージョンだね。え、あれは？いっぱいあるから。あ、スーパー行った。花火買い忘れて買いに行った。え、花火すんの？めっちゃはしゃいでるやん。